韓国・ソウルで日本・アメリカ・韓国の外務次官らによる会談が行われています。北朝鮮による7回目の核実験への懸念が高まる中、参加国の連携強化を確認しています。この協議には、日本から外務省の森武雄事務次官が出席し、アメリカのシャーマン国務副長官、韓国の張平洞外務第一次官と北朝鮮への対応をめぐり意見交換が行われています。 3加国は北朝鮮の完全な非核化の実現に向け、地域の抑止力を強化し、緊密に連携していくことを確認したものとみられます。また、この協議に先立ち、7日にはアメリカのソン・キム北朝鮮担当特別代表が、北朝鮮の核実験について、準備を済ませたいつでも実験ができると述べるなど、3加国は警戒を強めています。